そこはかつて国府が置かれ、一宮も存在した美濃の中心。しかし米朝5年、西暦1600年、戦国時代の終焉を告げる大きな戦がこの不破郡にも襲いかかる。その乱世にあって、この垂井は数多の英雄を送り出した。平塚為弘、半兵衛との魂の絆、黒田長政、半兵衛との命の絆、竹中重門、半兵衛との血の絆。